ハロルドル・クレア・イケスは、アメリカ合衆国の行政官、政治家。1933年から1946年にかけて13年間にわたり、アメリカ合衆国内務長官として在任し、合衆国の歴史の中で、ジェームズ・ウィルソンに次いで2番目に長く、閣僚を務めた。イケスは、労働長官だったフランシス・パーキンスと共に、フランクリン D ・ルーズベルト大統領の内閣の、 発足当初からルーズベルトの退任まで交代せずに在職し続けた閣僚であった。イケスはルーズベルトのニューディール政策においてその大部分の実施責任者となった。彼は救済計画の主だった柱だった公共事業局の責任者であり連邦政府の環境政策も担当していた。当時の彼は突出したリベラルの発言者、巧みな演説家、 アフリカ系アメリカ人の主張の多くを支持する支援者とみなされていたが、他方では、州レベルの人種分離が取り沙汰される場合に、しばしば政局を見て、合理的に振る舞うこともあった。国政に関わるようになる前、イケスは自分が管轄していた地域における人種隔離の撤廃に取り組んでおり、全米国人地位向上協会のシカゴ地区代表を務めていた。 1966年にアフリカ系アメリカ人初の閣僚となったロバート C ・ウィーバーは人種問題に関してイケスを支えたブラックキッチンキャビネットと称される顧問団の一人であった。イケスの息子であるハロルド・ M ・イッキーズはビル・クリントン政権で大統領自席補佐官を務めた。リテラリー・ダイジェストのインタビューで自分の性の発音について尋ねられた際、 彼は、おそらく、シックネスから、N を取ったものと IN を踏むように発音し、E は、短い、E と短い、U の間くらいにするのが一番近いと述べており、性の発音は、KSIKSS ということになる。一方、息子は、姓を、KZIKS と発音している。また、ミドルネームの綴りは確定しておらず、レクレール、レクレール、レクレアなどと、様々に綴られることがある。 イケスは、スコットランド系とドイツ系の血統を引き、ペンシルベニア州ホリデイズバーグで、母マティルダと父ジェシーブーンイケスの間に生まれた。16歳の時、母を亡くしたのを機に、シカゴへ移り住み、イーグルウッド高等学校に学んだ。イーグルウッドでは、休長であった。卒業後は、シカゴ大学に進み、1897年に BA を得た。シカゴ大学では、 ファイ・デルタ・セータのイリノイ・ベータ支部の再建にあたり、設立メンバーの一人となった。大学卒業後は、新聞記者となり、最初は、シカゴレコード紙、後には、シカゴトリビューン紙で働いた。1907年には、シカゴ大学、ロースクールでホームの学位を得たが、実際に弁護士として活動することは、ほとんどなかった。やがてイケスは、 政治改革の道に進み盛んに活動するようになった。当初、イケスはシカゴで共和党員として活動していたが、体制派に属することはなかった。共和党の政策に飽き足らなかった彼は、1912年にセオドアルーズベルトが起こしたブルムース運動に加わった。その後、共和党に復帰してからは、共和党内の進歩派を支持して活動し、1916年の 大統領選挙では、チャールズ・ウェバンズ・ヒューズ、1920年と1924年には、ハイラム・ジョンソンの選挙運動に加わった。イケスは、シカゴの大物たちを相手に、長く続いた伝説的な論戦を繰り広げたが、初期の論的は、公共交通事業を手掛けていた、実業家、サミュエル・インスル、シカゴ市長、ウィリアム・ヘール・トンプソン、シカゴ・トリビューン紙のオーナーだった。 ロバート・アール・マコーミックであった。後には大統領候補となったトマス・イ、e、ー・デューイとも論戦を展開した。当時のイケスはもっぱら地元のシカゴで活動しており、1933年までは全国的には無名だった。シカゴにおける一連の動きの中で彼が関わった数多くの社会的、政治的な活動の中には、シティクラブ・オブ・シカゴへの関わりも含まれていた。 イケスの内務長官指名文書。1932年の大統領選挙で当選したフランクリン D ・ルーズベルトは直ちに組閣に入った。ルーズベルトの顧問たちは民主党の大統領は共和党進歩派を取り込んで中道派の有権者の支持を引きつける必要があると考えた。ルーズベルトは当時は共和党の上院議員でありながらルーズベルトを支持していたハイラム・ジョンソンに 白羽の矢を立てたが、ジョンソンは誘いに乗らなかった。ジョンソンはその代わりに、旧地のイケスを推薦した。ありがとうございます。